ほかほかの湯気をまとった大きなシューマイ。肉のうまみが口いっぱいに広がります。こういう味はないよ、これ。癖がないというか、スルッと入っていっちゃうんだね。1949年、昭和24年から営業を続ける岡谷市の来来軒。平日の昼間でも行列ができる人気店です。今日はうなぎを食べようかと思ったんだけど、この店に入ってしまいました。うまい、素晴らしい。仕事で来なきゃいけなくて、通りかかってネットでじゃあこう行ってみようとなって来て、よかったですよ。うまいです。また来たい。麺であったり、天津の皮であったり、調味料に至るまで作れるものは全部作るっていうスタイルでやってます。創業がもう戦後間もない頃だったので、物が本当に何もなかったって聞いてます。なのでもう自分で作るしかなかったっていうのが始まりで、そこからもうずっと続いているので、いまだにそれを続けているっていうところですね。食材を殺さないように、味付けはもうとにかく減らして減らして、引き算で味を作っていくっていうことを一番意識しています。当初1ヶ月限定だった冷やし担々麺は、客の要望で期間が延びました。お客様の口に入るものですから、やっぱり自分で全てを知っておきたい、安心安全なものをお届けしたいっていうところがやっぱり第一にありますね。もうとにかく自分で美味しい、お客様に喜んでいただけるなって思えるものを作り続けるだけ